朝鮮はアメリカが謝罪しなければ乗員は解放しないと繰り返し主張。11ヶ月に及ぶ交渉の末、アメリカはついに譲歩しました。 The document which I am going to sign was prepared by the North Koreans and is at variance with the above position. But my signature will not and cannot alter the facts. I will sign the document to free the crew and only to free the crew.アメリカは北朝鮮が用意した謝罪文に署名しました。当時アメリカの国務次官だったニコラス・カッツェンバック、カッツェンバックは大統領の下でプエブロ号事件の対応に当たりました。アメリカにとって屈辱的な経験でした。しかし我々は乗員を救出する方法を他に知りませんでした。あのまま続けば何年もかかったでしょう。事件発生から11ヶ月後、北朝鮮はようやく乗員を解放しました。しかし、キム・イルソンはプエブロ号の返還を最後まで拒否しました。アメリカと北朝鮮の交渉を固唾を飲んで見守っていた人がいます。ロアルド・サベリエフ、76歳。サベリエフは当時ソビエト大使館の書記官でした。その後も20年以上北朝鮮との外交を担当しました。その後の北朝鮮の行動原理を考えると、プエブロ号事件は北朝鮮の瀬戸際外交の始まりです。そうした新たな戦術の始まりなのです。北朝鮮はこの機会を利用してアメリカ帝国主義と戦っていることを誇示したのです。北朝鮮も協議の様子を撮影していました。プエブロ호가우리인민군대해병들에의해나포되어11달째되는날인1968년12월23일미제는또다시우리인민앞에무릎을꿇고사죄문에서명했습니다。